SP スキルは使わずに立ち回りしますでこんな感じでひたすら頭を攻撃してブレイクが取れましたね。でこのままひたすらまた頭に。 弱点特攻とか発動させながらダメージ稼いで麻痺が入ったので、これで頭に当てて終わりっていう感じで、SP スキル使わなくても星5程度であればこのタイムで倒すことができます。まあ、28秒ですね。一応あと飛んでるモンスターね、結構弱点狙いづらいって方多いんですけど、麻痺が入れば地面に叩き落とすことができるので、多分そろそろ入ると思うんですけど、えー、これで落ちましたね。こんな感じで落ちて立ち上がって麻痺みたいなモーションになってくれるので、めちゃくちゃ拘束できますって感じで、 頭に攻撃当てて終わりですね。なるほこんな感じでリオレースもかなり楽に討伐ができます。こんにちは、サードロです。今回はモンスターハンターナウのストーリークリア後の片手剣のテンプレ装備についてご紹介をさせていただこうかなと思います。<music> で、今回の装備構成に関しては、あくまでストーリーをクリアしている前提で装備を全部紹介していきますので、もしまだストーリーをクリアしていないっていう方に関しては、過去に投稿させていただいたこちらの動画でクリア前のおすすめ装備も紹介してますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。で早速使用する武器からご紹介していくんですが、武器はこちらのギルオスの片手剣ですね、を使っていきます。で、大前提なんですが、相手の弱点属性に合わせて属性武器ですね、例えば氷だったらレイギエナにする。 とかまあそんな感じで相手の弱点属性に合わせて属性武器で持ち帰るっていうのが一番強いですただ属性武器を作るってなるとそれ用のまた防具を作ったりとか武器も各属性分しっかり強化をしないといけないっていう風になってしまってかなりゼニート素材を使うんですよねで今回の装備構成に関してはこの装備一つさえ作れば全部のモンスターを枯れるっていうコンセプトで作ってますし実際に僕も今この装備で全モンスターを討伐していますので今回は無属性で紹介していきます で今回は無属性の中でも、麻痺を付与することができるドスギルオスの片手剣を使っていくんですが、他に優秀な無属性の片手剣として、こちらの毒を付与できるプケプケの片手剣であったり、攻撃力が一番高い無属性武器で、さらに装備スキルで精霊のカゴのレベルにですね、お付けられるパオルムーの無属性片手剣もかなり優秀なんですが、今回あえて麻痺の片手剣を使っている理由がいくつかありまして、まず一番大きいのが、ストーリーを全クリすると、 両レースの銅を作れるようになるんですよねで、それで弱点特攻をつけることができてより弱点を殴りたいっていうシーンが増えてきますで、そういった時に麻痺を入れられた方が弱点を攻撃しやすくて結果的に早くモンスターを討伐できたりとかあと単純に敵の火力がどんどん紫の星1とか星2ですねまあ、星6、7とかになってくると火力が高すぎて攻撃を1回もらうだけで致命傷になることがかなりあるんですよねそういった時に麻痺を付与できる武器の方が長時間プレイする場合の被弾の利 リスクを抑えたりとか、まあ、かなり楽に立ち回りをすることができますので僕は普段使いとしてはこの麻痺の片手剣を最近は使ってます。 続きまして装備構成ご紹介していくんですが、装備構成は、まず頭がこちらのリオレースの頭ですねを使ってます。理由として攻撃のレベル2がついていますので、これをつけるだけで攻撃プラス40付与することができますので、頭はレースの頭を使ってます。で、次に銅なんですが、銅はリオレースの銅を使っていまして、理由としてこれ一つで弱点特攻のレベル2をつけることができますので、弱点部位に攻撃をした場合、 回信率が25%上がるんですよね。で、これで先ほどのま、響きを使うことによってさらに安定して弱点を攻撃できるようになるっていうのと、次にこの腕装備ですね、のリオレイヤーの腕でこのロックオンがつきます。で、これが弱点部位をロックすることによって、 今までの作品では結構技量で自分で弱点に当てるっていう技術が必要だったんですが、ある程度弱点の近くにいてあげれば、あとはこのロックオンが弱点に攻撃を当ててくれるっていうのが今回のモンハンナーにはついていますので、そういった面で弱点特攻がめちゃくちゃ使いやすいんですよねっていうシナジーがあるので、 先ほどのレースの動で弱点特攻を発動させて、さらにレイヤーの腕でロックオンを発動しています。で、さらにこのリオレイヤーの腕に関しては、この連撃のレベル2が発動するんですよね。で、これが、片手剣の場合は攻撃を10回当てると、 効果がが発動して4秒間攻撃力がレベル2で,10上昇しますで、この連撃に関しては3ブレイクと同様で4秒間の間攻撃をしっかり当て続ければ効果は永続的に発動します。なので10回攻撃をした後は連撃が発動してその連撃が発動中に攻撃を1回当てればさらに延長さらに延長という感じで クエスト終了までずっとこの連撃の恩恵を受けることができるようになっていますので、特に片手剣は手数がかなり多い武器になるので、この連撃の維持がめちゃくちゃ楽なので、かなり相性はいいです。で、次に腰装備なんですが、腰装備はおすすめが2つありまして、まず1つ目がこのパオルムの腰ですね。これで精霊のカゴがレベルに発動します。で、で、モンハンナウにおける精霊のカゴの強さはもう過去の動画で解説をさせていただいてはいるんですが、一応改めて紹介 させていただくとこのスキル一つで、ね、40%の確率で相手のダメージを50%軽減してくれるんですよねで長時間モハンナをプレイしている方であれば感じると思うんですけどどんなに PS がある方でも絶対被弾はするんですよ ってなってきた時に、この40%の確率の50%軽減っていうのがめちゃくちゃ優秀なので、個人的には、普段使いの装備に関しては、このパオルムーの装備で長時間使用してます。で、さらに、今回マヒブキで紹介をしているんですが、武器をパオルムーの片手剣にすることによって、武器自体にもレベル2の精霊の加護がついていますので、それも入れると、発動率が50%に上がって、軽減率も60%に増えるので、この腰一つつけるだけで、回復、 服薬の消費量がめちゃくちゃゃく抑えられますで、もし精霊のカゴ別にいらないよっていう方であれば、腰も両レイヤーの腰にして、グレードを6以上に上げてあげることで、これで連撃をさらに1つ追加することができて、レベル3まで上がりますので、精霊のカゴがいらないっていう方は、両レイヤーの腰、もしくは、このアンジャナフの腰をつけていただいて、もし SP スキルをしっかり回していく、まあ、2回使うとかっていう方であれば、この SP スキル威力アップっていうのもおすすめかなと思います。 で、最後に足装備なんですが、足はこちらのクルルヤックの足がおすすめかなと思ってまして、この足装備一つで見切りをレベル2までつけることができます。なので、こちらの見切りのレベル2の15%と弱点特攻レベル2の25%で合わせて40%の回心率をさらにロックオンで精度高く出すことができますので、基本的に足はクルルヤックでいいかなと思います。っていうこの装備構成で、今現状、ストーリー2周目ですね、をプレイしているんですが、どのモンスターも詰まることなく、 討伐ができていますし一応僕のフレンドが一緒にプレイしていてもう3周目に入っているんですがその人ももうこの装備構成で今のところ詰まらずプレイできているのでストーリーをクリアした方に関してはこの装備をひたすら鍛えていくっていう感じで進めるといいんじゃないかなと思いますでもし火力が足りなくなってきたってなった場合は腰の部位を変えたりとかあと武器を他のパオルームに変えるとかそういった感じで調整をすると詰まった場合も対応はできると思います ということでおすすめの装備構成についてはご紹介をさせていただきましたので最後に実践編をやっていきます。 はいそしたら実践編ですね申し訳ないんですけど近くにドスギロースの星5しかいなかったのでこれでやっていきますで開幕はこんな感じでロックオンつけてあとはひたすら頭殴るだけですね、まあ、弱点をひたすら殴れば弱点とこが発動するのでひたすらこんな感じで弱点を殴っていきますでちょっと敵が弱すぎるのでちょっと SP スキルは使わずに立ち回りしますでこんな感じでひたすら頭を攻撃してブレイクが取れましたねでこのままひたすらまた頭に 弱点特攻とか発動させながらダメージ稼いで麻痺が入ったので、これで頭に当てて終わりっていう感じで、SP スキル使わなくても星5程度であればこのタイムで倒すことができます。まあ、28秒ですね。で、討伐ができますし、あと実際にまあリオレースとか空飛んでいるモンスターに関しては逆に麻痺で空中から落とすことによって逆に拘束時間が長くなって殴りやすくなるので、そういった空を飛ぶモンスターにもこの構成はめちゃくちゃおすすめかなと思います。 はい。で、今動画編集してたら、家の近くにちょうどレースが湧いたので、ちょっと一発撮りで急遽撮ってますね。<laughs> まレースもね、どんな感じで倒せるのかっていうのを見ていただければなと思うんですけど、えー、まあ、こんな感じで、まあ、基本的にはひたすら頭を弱点なので攻撃していきます。で、スピースキルも溜まってたんで使いましたの、ね、で、これで回避して、で、頭にしっかり当てます。で、これでまたしっかり頭に攻撃集めて、弱点特攻発動させながら、これも避けて頭に当てます。 OK ですね。で、ブレイクが取れたんで、距離詰めて攻撃ですね。ちょっと喋りながらやってるので、もしかしたらちょっと被弾をするかもしれないんですけど、方向もこれで避けれますね。で、頭にしっかり当てて、ブレスは避ける。で、距離詰めですね。OK ですね。で、これでひたすら。 攻撃してそろそろ麻痺が入ると思うんですけどって言いながら被弾しましたねでこれで一応あと飛んでるモンスターね結構弱点狙いづらいって方多いんですけど麻痺が入れば地面に叩き落とすことができるので多分そろそろ入ると思うんですけど、えー、これで落ちましたねでこんな感じで落ちて立ち上がって麻痺みたいなモーションになってくれるのでめちゃくちゃ高速できますって感じで頭に攻撃当てて終わりですねもこんな感じでリオレイスもかなり楽に討伐ができますご視聴ありがとうございましたこれからもモハな の動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ